u f o テーブル有限会社は日本のアニメ制作会社、東京ムービー新社、テレコムアニメーションフィルムにて制作進行を務め、ステップ映像で制作プロデューサーを務めた近藤光が独立して2000年に設立した。事業内容はアニメーションの企画、制作及び案件管理、シリーズ構成、シナリオ制作、TV 番組、PV など実写映像企画、 制作、CG 制作、クレイアニメーション制作など、その他、カフェや映画館の経営、声優の育成など、アニメーション制作以外の事業も展開している。1999年頃、近藤光が、自身が25歳だったらいたいと思う会社を作りたい、と、野中拓也、高橋里志、千葉弓、柴田厚志らと共に、 近藤の友人が住む北池袋の古いマンションの4畳半部分に作業机を2台持ち込み活動を開始。2000年に法人登記。海老沢和夫も参加し、音楽バラエティ番組、歌番のオープニングアニメーションの制作を受け追い制作会社として活動を本格的に開始した。社名の由来は実在する家具である u f o テーブルから取ったもの。 社長である近藤がこの家具を機に入り、北欧で個人的に所有していた人物から譲り受けた。社名には、やりたいことを人に伝えていこうという気持ちが込められている。また、u f くんというマスコットキャラクターがおり、同社が元受け制作をする劇場作品の冒頭ジングルに登場する。設立初期の作品では、u f o テーブルジッパーズの名義で活動することがあった。 2003年にライトノベル原作のテレビアニメ作品、住めば、とのコスモスソースっと個体戦ドッコイダーにて正式にアニメーション作品の元受け制作を開始。同年、u f o テーブル発のオリジナル企画作品、学園ユートピア学びストレート、を指導。後にテレビアニメ化もされた。2005年には、電撃ジーズマガジンの読者参加企画、ソーレンのアニメーション化。 第2弾として制作を担当したテレビアニメ作品二恋オルタナティブが第9回文化庁メディア芸術祭において審査委員会推薦作品に選出されこの作品の評価をきっかけにアニプレックスノーツとの共同企画タイプムーン u o テーブルプロジェクトが始動したこのプロジェクトにてタイプムーン原作の劇場版ゾラの境界シリーズや フェイトシリーズの演出や作画の質が高く評価されたことでアニメファンの間でさらに知名度を上げることになり2017年から2020年にかけて公開された劇場版フェイトステイナイトヘブンズフィール全3章では三部作類傾工業収入が50億円を突破した2019年より制作を担当する週刊少年ジャンプ連載作品の アニメーション化作品、鬼滅の刃では、社会現象と呼ばれるほどのブームを引き起こし、2020年に公開の劇場版鬼滅の刃無限列車編は、2021年現在の日本歴代工業収入、観客動員数第1位を記録している。また、2020年年間工業収入世界1位も記録した。徳島市国際東船場百十三ビル2階。 u f o テーブルカフェ4階、u f o テーブル徳島スタジオ2009年4月、徳島市内にスタジオを開設した。地方に開設した理由として、普段、目で見たものや接したものが、画面に現れる。そのため、東京とは違う良い環境でアニメを作りたいという、思いがあったためである。最初は、沖縄にスタジオを設立しようとしたが、制作スタジオとして条件が合わず断念。 その後、近藤の出身地である徳島県徳島市が企業誘致を行っていることを知り、地元の老舗石油販者、高原石油の所有していた急行原ビルの4階にスタジオを開設する契約を締結した。2階には u f o テーブルカフェが併設されている。その後、徳島市東新町にアニメ作品を上映する映画館を開設することを明らかにし、 2012年3月18日に u f o テーブルシネマがオープンした。徳島県の町おこしに関わっており、泡踊りの PR ポスター制作のほか、徳島県が主導すると、福島デジタルコンテンツプロジェクトにて18歳未満を対象としたデジタルクリエイター養成塾を毎年開催している。u f o テーブル所属のアニメーターの中には、養成塾の出身者も在籍している。また、 2017年より、総務省のふるさと納税にて、u f o テーブル徳島が、徳島市ふるさと応援寄付金、パートナー企業となる。その他、徳島県や徳島市などの行政と連携した仕事を、多く受けている。徳島スタジオが制作するオリジナル企画、お遍路。での縁から、2014年以降、四国放送、岡山放送、高知山さん,さ,んさんテレビ、 テレビ愛媛の四国を中心とした民放で u f o テーブル制作作品を放送している。2018年より韓国、2020年より中国、上海市にてコラボレーションカフェを展開している。なお、韓国や中国での展開はカフェ運営のみであり、アニメーション制作等の事業は行っていない。2018年3月3日に韓国法人の設立を発表。 近藤光が会長、企画管理部及び漫画ファンにてネームを担当していたチョン・ソダムが代表取締役社長に就任。同時に2018年4月に u f o テーブル街遊びカフェコリアを韓国公益大学校付近にオープンした。2020年10月3日より u f o テーブルカフェ上海店を中国、上海市の助菊にオープンした。なお、 自社法人で運営する韓国店と違い、上海店は北京市を拠点とするアニメーションゲーム企画、販売会社、株式会社ウルトロンイベントホライズンが u f o テーブルより委託を受けて運営を務めている。東京都杉並区と徳島県徳島市を拠点とし、200名近いスタッフが所属している。部署は東京スタジオに演出、作画部、仕上げ部、美術部、 デジタル映像部、制作部、企画管理部、文芸部を有し、徳島スタジオに演出、作画部が設立されている。このため、映像面の制作に必要な制作部門のすべてを、社内に用しており、各部門が連携を取りやすい体制を築いている。映像制作に必要な工程を社内のみで行える、環境にあることから、内製率が高く、2010年以降の自社、 元受け制作作品においては、一般的なテレビアニメシリーズに見られる一話単位の制作すべてを数話し分まとめて、外中の制作会社へ委託するグロス受けの工程を行っていない。そのため、基本的に東京スタジオと徳島スタジオを中心とした社内制作体制となる。動画、仕上げ、美術などの工程の一部はスケジュールの都合上により、 外部のスタジオへ委託しているが、その場合も動画検査や仕上げ検査などの各種監修作業は、社内で一括して行っている。一般的には、専門会社への外注が多い背景美術、撮影、3DCG も、同社スタッフが担当しており、連携を強く取れることによる作業の効率化を図っている。制作体制としては一つの制作ラインのみを有し、基本的には、 全ての所属スタッフが複数の作品を掛け持ちする形で、元受け作品全てに関わる体制となる。学園ユートピアマナビストレート。では、チーム監督制を業界で初めて採用。劇場版空の協会では各章ごとに監督を変えるなど、作品ごとに制作体制において新たな試みを行うことも多い。年間に手掛ける元受け作品の本数は、 u o テーブルと同規模の元受け制作会社と比べて少ない。これは映像のクオリティを重視してスケジュールを組んでいるためである。作品としては連続、または分割によるニクールテレビアニメ作品、連作による劇場作品、OVA シリーズ、ゲーム内、アニメーション、月刊誌、ウェブ、新聞コラム記事に掲載する漫画作品などを手掛けた実績がある。 2006年からは、ほぼすべての自社元受け制作作品において、制作委員会に出資、参加している。また、制作委員会立ち上げの際には、劇場版ゾラの協会の頃より出資、参加企業が最小限になるよう調整している。具体的には、u f o テーブルと企画、宣伝、販売を担当するアニプレックスなどの委員会幹事企業以外は原作を出版。 発売している企業のみになることが多い。そのため、通常10社近い出資形式が多い、制作委員会において、出資、参加企業を3社から5社に止めている。これは、できる限り制約なくアニメーション制作が進行できるようにすることを目的としている。制作委員会の名称に関しては、制作委員会を使用することは少なく、 各種,種企業の名前が並べられるだけのことが多い。これは、アニプレックス代表取締役執行役員、社長である、岩上敦弘の表記された会社がすべての責任を持つということを視聴者に伝え、自分たちもある、種の覚悟を持って作品作りに挑むという考え方をリスペクトしたものであり、アニプレックス以外のメーカーと組む際にも同じ表記を利用している。 2006年以降の作品では出資を行っている関係から多くの作品で u f o テーブルがアニメーション化作品の著作権者となっており2006年以降のほぼ全ての元受け作品で著作権マークであるの下に u f o テーブルの社名が表記されている日本のアニメ業界の中でも老舗や大手を除くアニメーション制作会社が著作権を取るのは稀であり 仮に著作権を保有できたとしても、著作権マークであるの下に社名が記されることは、アニメオリジナル作品であっても少ない中で、u f o テーブルでは、業界の流れを見据えた上で、設立初期から自社が制作するアニメーション作品の著作権を得ることに力を入れていた。この試みは2007年以降のほぼすべての u f o テーブル作品の企画、宣伝、 販売を務めるアニプレックス作品で特に行われている。2015年以降、二つのスタジオを構えている。東京では当初、公園児スタジオを中心とする三つのビルで活動していたが、2015年にすべての設備を新たにメインスタジオとなる杉並区第二江ノ本ビルに移転した。プロデューサー及び制作プロデューサーは、設立から2020年までの u o テーブル、 制作作品すべてで代表取締役社長である近藤光が務めていた。映像制作に必要なすべての部門を社内に備えていることから、監督やキャラクターデザイン、シリーズ構成、各話脚本家、各話数のコンテマン、演出家、作画監督、動画検査、色彩設計、色指定、検査、美術監督、撮影監督、3D 監督など、 メインスタッフを所属スタッフから起用している。メインスタッフが社内に常駐していることで作品に対する価値観を全体で常に共有できる体制となっている。監督やコンテマン、演出家が社内に常駐しているため、原画や背景美術の作業中に近くでコミュニケーションを取りながら制作を行うことで最終的な修正時間を減らすことができるほか、 背景美術、撮影、CG も社内で制作している関係から通常は発注や打ち合わせ、簡単な確認作業に数日間かかる工程も社内ですぐに行うことができ空いた時間を制作作業に費やすことができる環境となっている。また、同社では現場統括のために最低限必要な役職は 存在するが、柔軟なスタッフィングを行っていくために階級を設けておらず、エミヤさんちの今日のご飯や、活劇刀剣乱舞では、多くの若手スタッフが、キャラクターデザイン等のメインスタッフとしてデビューしている。シリーズ構成、脚本制作は2010年以降、u f o テーブル名義でクレジットされている。テレビアニメ作品のシリーズ構成は、監督や u f o テーブル所属脚本チームにより、 共同で制作されている。テレビアニメ作品における、各話脚本や劇場、OVA 作品の脚本に関しても、所属脚本家や監督が執筆しており、鬼滅の刃シリーズを除き各は各作品担当脚本家の個人名義は、基本的に、クレジット表記されている。脚本チームは、元受け作品で使用される、主題歌、挿入歌の作詞を担当することもある。 社内に常駐脚本家がいることは、シナリオ制作、修正などの作業時間が通常より短縮できるほか、作品に対する価値観の共有が全スタッフの間で密に行える。テレビアニメの一話単位の脚本に関しては、外部の脚本家が参加する場合もある。雇用テラグタイム賞、テールズ・オブ・ゼスティリア・ザ・クロス、活劇刀剣乱舞では、代表取締役社長、 プロデューサーである近藤光がシリーズ構成、脚本を担当した。ほぼすべての作品で各種設定、シナリオ制作を行う際には、原作作品の原作者、編集者や開発チームに制作会議への参加を依頼しており、共同で制作、監修を行うスタイルが取られている。時には、エコンテの監修やアフリコ監修を原作側に依頼することもある。これは、 原作を尊重し、ファンだけではなく作者側も見たいと思える作品を制作するというスタジオの方針から来ている。音響監督は、基本的に外部の音響監督を起用する傾向にある。2016年から2019年初頭にかけては、代表取締役社長である、近藤光が、音響監督及び音楽演出を担当していた。制作作品の編集に、神の学ぶ、 音響制作にスタジオマウスを起用している。また、音楽制作に、梶浦ューラユシーナゴー、深沢秀行、出演声優にマウスプロモーション所属声優を起用する傾向がある。U4 テーブルが制作した劇場作品、劇場版空の境会にて結成された、ボーカルユニットからフィナが主題歌を大イアップすることが多く、デビューシングル、オブリリアスから、 最後の楽曲となった21枚目のシングル、百0両欄まで15曲を u f o テーブル作品とタイアップしていた。2014年以降はアーティストのエメやリサとのタイアップが多い。アニメ制作会社フィールに所属するスタッフが u f o テーブル作品へ原画などで参加することが多く、u f o テーブルのスタッフもフィールの制作作品に原画などで参加することが多い。さらに、 u f o テーブルに参加していた演出家の青木映画取締役を務めるアニメ制作会社トロイッサの作品への参加も多い。設立初期はコメディ色の強い原作作品や奇抜な展開のあるオリジナル作品を手掛けることが多かったが2007年から2010年にかけて公開された劇場版空の境会以降はシリアス色の強いアクション作品を手掛けることが多くなる。 これについて、所属演出家、アニメーターの須藤智則をはじめとするスタッフたちは、劇場版ゾーラの境界を u f o テーブルの転機になった作品と表し、本作でスタジオとしての作風や制作体制が固まったとされている。タイプムーン、u f o テーブルプロジェクトとして10年以上、タイプムーン、ナスキノコ原作作品を映像化している。 同プロジェクトの作品が初公開された2007年以降、u f o テーブルが元受け制作を務める TV アニメ、OVA、劇場作品のほぼすべてを、アニプレックスが企画、宣伝、販売している。これらの作品には、アニプレックス所属のプロデューサーである、高橋優馬が、プロデュース、宣伝で関わっている。ゲームアニメーションでは、バンダイナムコエンターテインメントが開発、販売する。 ゲーム作品を多く担当。ゴッドイーターシリーズや2011年以降のテールズ・オブ・シリーズなどバンダイナムコエンターテインメント所属の富澤祐介が IP 総合プロデューサーを務めるゲームタイトルの作中アニメーションの制作を主に担当している。ゲームブランドタイプムーンとはアニメーション企画立案の2005年以降、長年にわたり映像化に携わっている。 手掛ける作品の傾向としては、ナスキノコが原作、シナリオを務めたタイプムーン作品の共通した世界観の原点となる4つの作品のうち、今まで映像化のされていない魔法使いの夜を除く3作品に関して、ゲーム内、OP アニメーションも含めた映像化に携わっている。また、この3作品と舞台や登場人物などの関連が特に強い外伝。 派生作品に関してもアニメーション制作を担当している。自社制作を特徴としており、編集、音響関連を除くアニメーション制作に必要なスタッフが社内に常駐している。劇場作品の冒頭ジングルには、同社マスコットキャラクター、UFO くんが UFO に吸い込まれる映像が流される。また、劇場作品及びテレビアニメ作品第一話の冒頭テロップでは、 各作品の制作委員会出資企業の名前を英語で羅列した後に &U4 テーブルプレゼントと表記し最後に &U4 テーブルプロダクションとテロップを出すことが多い。原画は基本的に社内で制作していることから原画担当者を手て書きすることもある。レイアウトや色指定、美術ボードなど全工程にデジタル映像部の撮影、c g スタッフが関与して画面作りをしており、 多くの元受け作品でデジタル色の強い画面設計をしている。学園ユートピアマナビストレート。では、業界内発の試みとして、t v アニメ前編にて、撮影処理による方へのブラシペイントや紙へのグラデーション処理を行ったほか、劇場版空の境界終賞空の境界より、各作品で撮影、3DCG による技術的な実験を行っており、 後の元系作品で撮影処理の強い画面設計や 3DCG 素材を積極的に採用するきっかけを作った。デジタル映像部ではキャラクターの感情表現を最も精密に行えるのは作画であるという認識のもと作画や背景美術にかける作業時間や工程数を削減して作画や美術スタッフの負担を減らすために 3D レイアウトなど事前に必要な素材を設定制作や絵コンケ制作の段階で用意している。これにより各セクションの作業時間短縮につながり、1カットの完成までの時間を短縮できるほか、各工程がさらなるクオリティアップへ時間を費やすことができる。また、作画、美術スタッフへ事前に c g モデルを用意することで、 全スタッフがレイアウトなどへの共通認識を持つことができ、作画監督や美術監督による修正作業の負担削減につながっている。また、デジタル映像部では、作画で表現されたキャラクター、背景美術と 3DCG のコンポジットによるマッチングを常に意識しており、まさしくライティングを行えば、どんなスタイルのキャラクター、背景美術とも 3DCG は、 自然に融合するという理念を持つ。学園ユートピアマナビストレートや劇場版ゾーの境会が放送、上映された2007年以降、寺尾雄一を中心としたデジタル映像部が手掛ける映像は、ほとリアリスティックな画面と評価されている。これは寺尾がアニメーションらしいケレン味のある映像を追い求める中で、リアリズムに手を加えると、 アニメーションと相性の良い作為的な映像になることを知ったため2007年以降の u f o テーブル元受け作品の画面設計に採用されるようになるその際に各作品の世界観にマッチするように映像の雰囲気をコントロールすることを意識している背景美術は現代のアニメーションで主流になっているデジタルペイントによる美術だけではなく エビサワ・カズオを中心にポスターカラーを使用した手書きの美術も多く取り入れており、背景のほとんどを手書き美術のみで制作した作品もある。また、江藤伊を中心にデジタル映像部と共同でデジタルペイントや手書きで描かれた背景美術に 3DCG を組み合わせるハイブリッドな背景美術の制作に取り組んでおり、作品の舞台となる街のすべてを デジタル映像部と共同で 3DCG にて制作することもある。現代を舞台とする作品には、ジョージアのエメラルドマウンテンブレンド館が登場する。二恋オルタナティブでは、第3話のタイトルに、エメラルドマウンテンハイという形で、エメラルドマウンテンの名前が登場しており、第3話のキーアイテムとなっている。劇場版空の境界でもたびたび登場するほか、 劇場版空の境界未来福音では物語の重要な演出として使用され時系列が変わるごとにその年代に合わせたラベルを使用している。その他、フェイト、ステイナイトシリーズなどエメラルド・マウンテンはたびたび演出の道具として登場している。2005年放送の二子よオルタナティブ以降多くの元受け作品で音楽制作の一部に映像に合わせて音楽を制作する。 フィルムスコアリングを採用しており、2014年放送のフェイト・ステイナイト・アンリミテッドブレードワークスでは、日本の TV アニメ作品として、業界内で初めてニクール全話数において、フィルムスコアリング方式で制作が行われている。元受け作品では、通常のエンディングテーマとは別に挿入歌や、特殊エンディングを挿入することが多い。また、2005年以降の多くの作品で、 主題歌や挿入歌の作詞を u f o テーブル脚本チームを中心に手掛けている。u f o テーブル大世祭、平尾高行鹿島きみ全国5都市及び韓国、中国にてカフェや映画館を11店舗経営している。全国5都市及び海外にて9店舗を展開。日本国内では各都市ごとに u f o テーブルカフェ及び町遊びカフェが双方出展している。 u f o テーブル代表の近藤光は会社を立ち上げた時から制作者とファンとの交流の場となるギャラリーカフェを経営することを考えていた。またスタッフの士気の向上、食生活の改善のためにカフェの経営を始めたと語っている。u f o テーブルカフェでは店内で同社が手掛けるアニメとのコラボメニューや原画などの展示が行われている。また街遊びカフェの設立前までは 他の企業や制作会社とのコラボ企画も多かった。フェイトゼロや Fate Stay Night ミテッドブレイドワークスなどの自社制作作品では作品の最速放送時間に合わせリアルタイム視聴会や上映会、トークショーを実施。また作品に登場するキャラクターの誕生日に合わせてバースデーカフェを行った。街遊びカフェでは 徳島のアニメイベント街遊びに出展する関連企業作品をはじめ他社のアニメ作品とのコラボカフェを中心に行っており、街遊び関連企業の商品なども取り扱っている。北九州店では、声優やアニソン歌手のコンサートやイベント、上映会なども実施している。2011年5月、徳島市のブランド食材を利用したメニューを提供している。 徳島市及び東部連携市町村の飲食店等が認定されると、福島一品店に u f o テーブルカフェ徳島が地産地消認定された。また、u f o テーブルカーフェ町遊びカフェ北九州は2014年11月29日、徳島県により県のアンテナショップに認定された。2016年10月には u f o テーブルカフェ東京が徳島県により 県のアンテナショップに認定された。u f o テーブルカフェ上海店では、2021年5月1日より、中国南西部にある、生都市にポップアップ店として、期間限定で出店。鬼滅の刃をテーマとした、コラボレーションカフェを、期間限定オープンした。u f o テーブルカフェ同様、ファンとの交流の場を設けたいという思いから、東京都新宿区三丁目に2011年にオープン。 u f o テーブル制作作品とコラボを行い、お酒をメインに提供している。また、カフェと同様に原画テやアニメとのコラボレーションも行っている。2020年9月8日には、劇場版フェイト、ステイナイト、ヘブンズフィールド、鬼滅の刃のコラボレーションダイニングを同時開催する影響で、新宿区5丁目に u f o テーブルダイニング離れ、マイナスを期間限定で臨時オープンした。 徳島をアニメ文化発信の拠点にするためにアニメートと協力して2012年3月18日にマクドナルド徳島店跡地にアニメ専門の映画館としてオープンした。制作会社が映画館の運営を行うのは日本初である。地下1階はアニメート徳島店となっている。街遊びアニメやゲームなどのエンターテインメントが集うイベント。 徳島県徳島市で年に2回開催されている。2009年から2018年にかけて u f o テーブルが企画、プロデュースを担当し、2019年からはイベント協力という立場で関わる。2019年以降の企画、プロデュースは u f o テーブル元受け作品の音響制作を担当するスタジオマウスが務める。なお、u o テーブルは企画。 プロデュースからは辞退したものの、2019年以降の街遊びにも出展企業として例年通り参加しており、ほぼ例年通りの内容で出展を行っている。また、街遊びカフェの経営及び街遊び参加企業とのコラボレーション、商品販売も変更なく継続している。制作プロデューサー、音響監督演出家、作画監督脚本家式祭、 設計美術監督撮影監督さん、DCG 監督ツール開発クレイアニメーション、漫画館制作部企画管理部2019年3月末、社の脱税疑惑が週刊誌のウェブサイトで報じられ、その後の調査で代表取締役社長の近藤光が、東京や大阪の関連店舗の売上金から3割ほどを定期的に抜き、帳簿から売上金を減額するなどの改ざんを行っていた。 ことが発覚。2015年と2017年、2018年分の所得契約4億4600万円を隠し、法人税約1億1000万円と消費税約2900万円を脱税したとされる。抜かれた売上金は近藤の自宅金庫に保管されていたという。そのことから2020年6月3日、東京国税局が 法人税法違反などの疑いで同社と近藤を東京地検に告発した。u f o テーブルは告発が行われた同日に声明を発表。ファンや関係者への謝罪とともに、同社としては国税当局の指導に従って、告発の時点で、すでに修正申告を行い、正しい税額の全額を納付したと発表した。u f o テーブルも統計作品の企画、販売を務める。 株式会社アニプリックスは告発が行われた2020年6月3日に声明を発表。同社の担当する u f o テーブル制作作品の扱いについては u f o テーブルが修正申告を行い全額納税済みであること等を鑑み、対応は行わないことを表明した。そのため告発後も u f o テーブル制作作品は作品の放送。 公開及びグッズ販売等の自粛、延期、制限などは行われず、通常通りの形態での展開となる。2020年8月15日、告発後としては初めて公開された u f o テーブル制作の劇場作品、劇場版フェイト、ステイナイト、ヘブンズフィール3、スプリングソングは、動員数112万7233人、最終興行収入、 約20億円を突破し、同シリーズ歴代最高の工業収入、動員数を記録。令和2年法が工業収入第9位という結果を残した。本作に続いて、同年10月16日に公開された、劇場版鬼滅の刃無限列車編は、日本公開映画歴代工業収入、動員数第1位となる成果を残したほか、2020年年間工業収入世界1位も、 記録した。TV 作品では10月10日17日に富士テレビ、系列、土曜プレミアム枠にて u f o テーブル制作作品である TV アニメ、鬼滅の刃の過去に放送した話数をピックアップした特別総集編が全国ネットのゴールデンプライムタイムにて放送。10日の平均世帯視聴率は16.7%、17日は15.4%と、 なり高い注目を集めるなど、作品、グッズ展開に関して事件による影響は受けていない。一方で、脱税事件の当事者である代表取締役社長、プロデューサーの近藤光の作品内クレジット表記に関しては、10月10日地上波放送の、鬼滅の刃層周辺兄弟の絆及び、10月16日公開の劇場作品、 劇場版鬼滅の刃無限列車編以降は、企画、プロデューサーなどの一部表記から名前を削除する対応が取られている。2019年3月末に報道された脱税疑惑の時点で、徳島県知事の飯泉家門は、徳島県が街遊びに協力事業者の一員として関わっていることから、公金を出すイベントに関わる人物に、 脱税の容疑がかけられたのは当然好ましくない。しっかり対応していただきたい。とコメントし、4月15日時点で UFO テーブルとは、イベントに関するやり取りはしているが混同とは、連絡がつかないこと、今後に関しては運営体制を変えて、イベントを開催していく、可能性から、県としては実行委の対応を見て、今後における協力の可否を判断する旨を発表した。 2019年4月中旬に、近藤は、実行委員会の会長を辞任した。公認の会長は、NPO 法人阿波文化サロン代表の富永淳子。なお、この報道の直後に開催予定であった、ボリューム22は、u f o テーブルがプロデュースを辞退して、施設提供やポップ制作などの運営協力という、形での参加に変更されるも日程は、予定通りの開催となった。 この回のプロデュースは、ボリューム1より参加し、u o テーブルも統計作品の音響制作も務める、スタジオマウスが担当。次回開催の予告はされなかったが、来場者や宿泊業者、飲食店などから継続してほしいという声があることを、踏まえ、飯泉ズミ知事は、今後への影響はなく、秋以降の開催も前向きに考えていると発言。 2019年7月23日に街遊びボリューム23が通常通りの日程で開催されることが正式に発表され同年9月に開催された。ボリューム23からは u f o テーブルの企画、プロデュースの事態によりプロデュースを行う委託事業者を公募することになり、ボリューム22に引き続きスタジオマウスが今後のプロデュースを担当。u f o テーブルは この会以降は施設提供などの協力企業、イベント出展企業としての参加となる。ありがとうございます。